皆様こんばんは、カズラジでございます。もう火曜日です。時刻は0時9分になろうとしておりますね。夜中です。今夜も深夜便でお送りしてまいりますが、今日は BGM かけますね。榎本君代さんは、昨日は BGM がなかったのですが、やっぱり君と出会えたことが今かかってる曲ね、カズチューブにはしっくりきますということ。カズラジね、そう、まあ、そうおっしゃるんで今日かけましたけどもね、まあ、僕はかかっていようが、かかっていない時であろうがそんなに変わんないんだけど、気持ちはね。ありがとうございます。そうそう、ヤマッチョさんから欠席届が提出されました。スマホの具合が悪いんですと。ねえ、大変だね。僕のスマホもね、今決していい状態じゃない。レスポンスがめっちゃ悪い。サクサクいかないのよ。もうなんか気持ち悪くてね、もう変えたいんだけど高いしね、もう本当に困ったもんでございます。今日の関西はね、もう一日中月曜日ね、雨が降ったり止んだりで、もう湿度が高くてもうザッと梅雨っていう感じのお天気でした。もう本当に湿気がまとわりつくようなっていう表現しますけども、まさにそんな感じでございました。ひで救急さんですが、山下末則さんのモノマネ、おそらくカズラジ初登場だと思いますが、すごく良かったです。ちょっと待って、あれモノマネじゃないからたまたまそのセリフを言っただけで、モノマネのつもりは全くございませんので、そんなの山下さんに怒られます。そんなね、ラジオリ復活のお願い、早速球団ホームページにメールさせてもらいました。すごいね、有言実行だね。ありがとうね。果たして担当者の耳に触れるんだろうか、目に届くんだろうか、さあどうでしょうかね。昨日6月25日は私の大好きなサザンオールスターズの結成45周年の日でした。おお、そうなんだね。サザン僕あんまり聞かなかったんだけども、デビュー曲って勝手にシンドバッドでいいのね。今年は7月から3ヶ月連続で曲をリリースされますし、なんといっても極めつけは9月の末から10月の頭にかけて、故郷のふるさとの茅ヶ崎で4日間ライブをするということで、絶対に行きたいと思っております。すごいね、ぜひ行ってください。まあ僕のあのサザンの思い出っていうのはね、これ前も言ったんだけど、原由子さんのシャボンっていう曲なのよ。でこれやっぱりアルバムの曲だったので、カセットに入れていたんだろうね、やっぱり当時流行っていたんでね。で僕はその曲を聴きながら MBS 毎日放送のアナウンサー試験を受けに、当時占領下の放送センターだったんだけど、そこに行ったのね。後からみんなには、お前入社試験に車で行くかって言われたんだけども、占領下ってさ、まあまあ不便なところにあったので、車で行くのが一番内から、中央環状線から吹田の方に入って行けば早かったんでね、行ったんだけどもさ、別に悪気も何にもないのよ。行きやすいから車で行こうと思っただけなんだけどもね。でその時にすごく千里丘、まあ、丘なんだけどもさ、広大な放送センターだったの、その頃の MBS はね。で入り口のところに、まあ、門があって、まあ、周衛さんがいて、で、まあ、車で行って、すいません、今日は入社試験面接に受けに来たんですけども、車どこに止めたらいいんですかって言ったら、周囲のおじさんがキョトンとされてましてね、え、車で来たの僕って感じだったんだけども、ちょっと待ってねっていう形で、ちょっとなんか電話をして聞いてもらって、じゃあここに止めてって言ってね、結構玄関の近いところまで案内してもらって、車を止めて入社試験に行った。その時にかかっていた曲が原由子さんのシャボンだったのよ。だからその曲がとってもね、なんか今でも耳に残っておりますね。僕のサザンの思い出ってそれだけ。でも今でもね、それこそ何年前だ、40年前のね、記憶が蘇るわけよ、ね、すごいね音楽って。あずきさんですが、大前さんからのイエローカードちょっと嬉しかったです。なんでやねん。レッドカード、カズラジで言うところの来るものはたまに拒むにならないように累積の警告に気をつけます。本当だよ、たまるとダメだよ。ローカル線継続へ、これからも大前さんの気力が続きますようにと願っております。
そうなんだよね。お前の悪いところはね、急にやる気がなくなるっていうことがある。そう、気力がいきなりゼロになる。だんだんこう減っていくんじゃなくてね、そのやる気とか気力というのを数値化していくとね、徐々になんか最近ちょっと右肩下がりですよ、注意しましょうね、じゃないんだよ。もういきなりさ、もうゼロになってしまうこともあるんでね、いきなりもうやる気なくした、やめよってなるのが僕の性格なんでね、いつなくなるか覚悟しておいてくださいね。小栗旬さんです。昨今の事前準備に関わる話で初心に戻された気分ですということです。営業職なんだけれどもね、それにも準備が必要で、営業駆け出しの頃は上司同行の時に必ず、準備不足で上司に叱られて、圧倒的な上司の準備力に、圧倒されました。圧倒的な準備力に圧倒されました。日本語おかしいね。ちょっとこれ全体的に日本語おかしいんで、僕意味が分かんないことがいっぱいあって端折りましたが、そうですね、なるほどね、準備は大切です。でね、その小栗旬さんは、事前準備は料理屋でいう仕込みと同じくらい大事だと言われますが、仕込みと同じくらい大事というよりも仕込みと同じです。仕込みです。準備は料理屋さんでいうところの仕込みです。もうまさに仕込みだと思いますね。ありがとうございます。頑張ってくださいね。営業職でも仕込みは大切ですよね。だと思うわ、本当にね。それから、坂井戸さんですが、以前、神戸さんが中島玄也アナウンサーのことを玄也さんと呼んでいたので、神戸さんよりも年上なのかなと思っておりましたので、そうなんだ。2人の会話を僕は聞いたことがないんでね、聞こうとも思わないけども、そっか。カズチューブ中島玄也アナウンサーバージョン、実はとても楽しみに待ってる今日この頃です。なるほどね。ずっと待っといてください。実現することはまずありません。ずっと待っといてね。というわけで、今夜も最後までご視聴本当にありがとうございました。じゃあまた、明日から野球が始まりますけどもね、また明日から忙しいな。明日は朝から僕は、プロダクションに行って女子2人を前に講義をしてきます。2人を前に、もほとんど家庭教師の世界なんだけどもね、タレントさんにおしゃべりの、レッスンをしてまいります。それが朝から。で、1回帰って球場に向かってナイトゲームのお仕事ということになってまいりますね。今夜も最後までご視聴本当にありがとうございました。皆さんも準備を怠らずに。まだまだ梅雨空、今週ちょっとね、梅雨らしいそんなお天気になりそうよ。気をつけましょう。長期予報では今年の夏は暑いなんて予報も出ておりましたね。皆さん、どうかご自愛ください。今夜も最後までご視聴本当にありがとうございました。山っちょさんの携帯電話が早く、スマホが早く治りますように。それじゃあまた。